じゃあ質問します、はい、現在の趣味は何でしょうか。はい、趣味は映像編集とピアノです。ピアノは習ってたんですか。いえ、ピアノは全くの独学で、17歳頃から始めました。独学でですか。はい、全く独学で、自己流なんで、指の動きがあまり綺麗じゃないです。あなたの長所はどんなところでしょうか。長所は、自分で長所を言うのは難しいですけど、地道に努力することですかね。怠ける時もあるんですけど、自分でこれぞと決めたことはずっと地道に頑張ってます。逆に短所はどんなところでしょうか。はい、短所はいっぱいあるというか、もう性格そのものが短所みたいなもんで、人前であんまり心を開けないというか、内気で引っ込み思案な性格なので、そういうところが何をやってもやっぱうまくいかないんですよね。それが欠点だと思います。欠点では短所って聞いた今。では、好きな食べ物は何でしょうか。はい、おじやです。おじやです。嫌いな食べ物は何でしょう。嫌いというか、あんまり食べたくないものはケーキ、生クリームとか、そういう脂肪分の多いものとかはほとんど食べないようにしてます。健康のためということですか。はい、僕は健康のため、そうです、太ることにすごく嫌な思いというか、昔ちょっと太ってたことがあるんで、もうあんまり太りたくないという、そういう思いです。では、好きな女性のタイプはどんな方でしょう。はい、やっぱり健康的で明るい子が好きです。でもまあ、おとなしい子を好きになることもあって、だから好きになるタイプがこう決まってるわけじゃなくて、おとなしい子でも真面目な子が好きになったり、逆に明るくて活発な子を好きになったりですね。まあ、基本的にでも真面目で清楚な子が、自分の理想です。将来の職業といいますか、仕事に対しての、希望ありますか。そうですね、できれば自分の特技というか、今やってるビデオ編集、ビデオ撮影、そういうのを生かしたやっぱ映像関係の仕事につけたらいいと思っています。God bless you.